さあ時刻は午後7時を回りました。沖縄プライムの時間でございます。本日は6月24日。えー、今日は収録でお送りしていきますが、その収録も当日取っております。四、えー、週目ということで、今週の MC はこの方です。それではどうぞ。はい、那覇市議会議員の奥間亮です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。奥間、えー、さんとも一ヶ月ぶり。 そうですね先週もいろいろとなかなか面白かったですけども、うん、そうですね、なんかいろいろ日はまはあ、気になるニュースをちょこちょこっといろいろチョイスしていこうかなというふうに思います。はい、そうです、ね、なんか一つに絞らずみたいな感じですが、はい、なんかそれでも一個一個長くなりそうら。感じがやっぱね深掘りしたくなりますからね。 良さんといえば最近新聞を逃げ合わせていますが、はい、<laughs> 悪い意味ではないんですけど結構んか那覇市長から引き出した長、ね、本人みたいな感じで書かれてますけど10月に那覇市長選挙がありまして、はい、でそれでまだ市長あそう白間市長がもう優退されるということで出馬しないっていう記者会見をしてましてはい。 でまあ、結構多いケースでいうとその後継者みたいなのを指名したりとかするっていうのはう、はい、まあ,あるんですよね、まあ、いいか悪いか別にしてそういうのが多いんですけど、はい、まあ結局その次出る人っていうのが立候補しそうな人っていうのがまだ見えてないっていうでしかも,もう6月後半じゃないですか。はい、で結構これは 多分珍しいんですよねこの時期にまだ決まってないっていうか、うん、出る人が明確に見えてきてないっていうのはしかも遣とですからというところでなんかいろいろな動きがあってしょっちゅう奥間漁のコメントが出てるっていう奥間漁がああ行ったこういったとかそうですねただやっぱりこの割と面白いケースというかないケースなので。うん 時間あればこれもちょっと深掘りして聞いていきたいと思いますさあ沖縄プライム今日は収録なのでえっ、ー、とメールえっ、ー、とツイキャスで直接こうなんていうのかなダイレクトに、えー、お答えはできませんがぜひ皆さんメールコメントで、えー、いご意見ご感想などお寄せくださいメールアドレスが「797-FMGNO1」。com ですぜひお気軽にメールくださいよろしくお願いします それでは八時まで収録でお送りしていきます。今日は。えー、那覇市議の奥間亮さんに来ていただいて、いろいろと那覇のこと、気になることを聞いていきたいと思います。それでは一旦 CM です。さあ、沖縄プライムでございます。本日は那覇市議の奥間亮さんに来ていただいております。よろしくお願いします。さて、えー、っと、今日六月二十四日、昨日慰霊の日でしたが。うん えと今日はねアラカルト形式というかそうですね、はい、初めてだと思うんですけど大体い,い,いつも一、まあ、つテーマ決めて、うん、それを大体ずっと話していくんですけど、はい、まあ正直決まらなかったっていうのもあるんですがはいろいろ、はい、こう気になるのも多いなと思って、はい、まあ話せるところまで話していこうかなと思って 1>,、はい、1点先にいいですか、はい、6月24日って言えば、はい、私としてはこう。 結構私の中では気になるニュースなんですけど知らない人も多いと思うんでちょっと、はい、あの実は今日から沖縄県、はい、県の方からの,そのコロナ対策の、まあ、県民に対する要請が一つ大きな変わり目なんですん気づいてました特特ににですねこれ公務員っていうかか役所の人とか、うん、結構 確かにおっっていう感じなんじゃないかなっていうふうに待ち望んでいた人も多いと思うんですけど今日からあの4人以下2時間以内という会食ですね、はい、会食を行う場合は4人以下2時間以内にしてくださいっていう県からの要請が、はい、えとその県の,あの認証店コロナの感染対策感染防止対策認証店、はい ををこう認証を受けているところはいいその人数と時間は、はいまあ、言うならば解除されるというのが今日からなんですよね、はい、金曜日から。はい、ということで、まあ、もしかしたらもうそれであのじゃあもう5名以上の会食を久しぶりにやろうという人も、うん、もしかしたら、はい、いるかもしれないです、ね、そうですね。うん これが確か何週間か前にパッとあ、はい、あのニュースで出て、うんで、確か一昨日か専門家会議の中でそういう話をはいはい、はい、その方向でとい,、うん、いうのがまとまって、まあ、今日からということになって、はい、でただ、の県のホームページを見るとですね、はい、えその感染防止対策認証店以外の店を利用する場合は4人以下2時間以内で行うこと。 っていう,ふうにまだそれは書いてるんですよねだから大きな違いはその認証店であるかないかっていうところで、はい、時間と人数の制限が、えー、今日から緩和解除されるということなんですよね確かにあのこれ大きいですよねそうですねあの私の予想するに、うん、まあ結構まあ実はこの4人以下2時間以内って結構みんな忘れてたと思うんですよそうですね。 <laughs> てかもう気にしてなかった人の方がほとんどだったと思うんですけどただやっぱり公務員の方は結構気にしてたんじゃないですかというのも、まあ、私も、うん、あの議員なんでそこはもう気にしていて、うんえー、もう誘われたりも,もうしましたけど。はい、はい もう何,何ヶ月これを誘われて断ったかもう覚えてないぐらいですけどずっと断ってきて「すいません」って言って、うん、やっぱその場にいるのもちょっととかっていうのがあったんで、まあ、今日からそれが、ね、その認証店ではなくなるので,、うん、で役所の人たちで那覇市でいうと泉崎とかの,その居酒屋とか多かったんですよ。うん、であの時、まあ、コロナ前までは本当に あの県庁職員那覇市の職員ってもう何千人っていいますから、うん、その人たちが泉崎の飲食店とか利用してたのがコロナになってもうかなり激減してたっていうところでそれがもしかしたら今日からだんだん変わってくる元に戻ってくるっていうのもあるかもしれないです、ねうん、ですすねね僕の知り合いの公民の方も飲みに誘ってもやっぱり、うん。うん もう今はやっぱね対面もあるし、はい、もしこれで俺がコロナになったら大変っ,つって言ってましたからそうっす、ね、解除されたっていうのは本当に大きいかなと思いますけどうん、うん、タイミング的になんか。ですね。なんで今ってい今 <laughs> <laughs> 本当みんなそう多分そう思ってる。 えっとまあ、主な感染拡大の要因というのが飲食店での飲食で広まっているというよりは家庭内感染がまあ多いということなので,はい、はい、でそことやっぱりその、まあ、なのでその制限をかけている、うん、効果が社会的疲弊対効果が 薄れてるんじゃないのっていうのがあって、だからバランスですよね。本当はまあその防止対策でガンガン強い引き締めやった方がいいけれども、まああとはそのメリハリをつけるとか、ああるいはまたそのまあやっぱ社会的な影響とかを考えた上でっていうことなんだとは思いますね。確かに全然下がってないですからね。ずっと鮮明とかですから。 で昨日と今日はですね、うん、前,前の週よりも増えているっていうそういう中でうん、うん、だったらもうちょい早くできたのかなとかうん、うん、なんとかって思いますけどあとはあれです、ねまあ、新規陽性者数でこれを測っていいのかっていうそもそもの話もあるし病床の占有率とか、うん、あの重症者とかそういうので、はい。 図るべきじゃなないいかっていう話ももあありますすしまあでもでもただあれなんですよねやっぱりあのえっとまだコロナってえその5類とかに下がっていないのであの保健所職員がその対応しないといけないとっていうふうになってるので新規感染者陽性者が出るだけでまあ社会的なダメージがあるわけですからそれが1,000人ってなるとやっぱりそこは。 あの厳しいよねっていうところなんですよね。うんまあこの経済もやっぱり回していかないといけないと対立していかないっていう意味では今日が一つの、うん、おまあ6月24日といえばちょっと気になるニュースはここでしたね。はいははまあ、確かかに今日から、ね、その会食政権が、まああの 認証店に限りですけど、そうですね。なくなるということで、はいはい。はい、まあ僕はね、実はどっちでもいいんですけど、<laughs> <laughs> これちっちゃ。<laughs> <laughs> あの、はい。結構あまり忘れていた、ね。<laughs> いやほとんどそうだと思います。はい,はいはい。なんか僕は四人かとかダメなんですよって言ったら、え <laughs> そうなのとか普通に言われてたんで、うん、そうそう。やっぱ解除と思ってましたからね。気になる。 気だから何日か前に新聞に見てあまだやっぱそうだったんだっていう,う、はい、の感じましたが、はい、まあでもそんなにね大勢でも飲むということはなかったんでそもそもまあかまあまあいいんですけど、うん、ただ、うん、そのまあまあこれちょっと放り下げるのはどうかちょっとわからないんですけど、はいあのー、やっぱり客足が前よりは戻っていない んからそもそも、うんはいで僕はよく沖縄市でも飲むんですけど、うん、中野町が結局あっち9時から飲み屋とか、うん、9時から開けて夜中まで朝までみたいな、うん、でも今はもう6時から開けて12時で終わるとか、うん、そういうとこも多いみたいで、うん、結局開けても来ないっていうお客さん。 だからやっぱこう変わってきたのかなって考えると飲み方がなんかどうなっていくのかなって気がしますけどんか,どなのかな一時期そのゼロとかになった時もあったじゃないですかこの2年間の間ではい、はい、やっぱゼロの時とかっていうのはあの、うん、例えば本土にはいるけど、はい、沖縄ゼロですよみたいな今日,は今日はゼロですよみたいな日があった時には。はい やっぱその時は安心して久しぶりに大人数で飲めたりとかした記憶があるんですけども、ねはい、だからまあゼロっていうのができてな達成された日には、うん、まあそのマインドも少しはあの「久しぶりにみんなで飲もうぜ」みたいなのも、はい、まあ,あるとは思うんですよね。はい、でもうう一つ言うと、うん あの、この地味にその飲食店に打撃だったのは、結構その4名以下2時間以内とかだったと思うんですよ。どういう意味かって言うと、はい、じゃあなんか大人数の個室とかを用意してたところとか、基本的に大人数を想定した店構えになってるとか。はい,はい,はい、はい、あります、ね。席自体がその大人数とかあるじゃないですか？なんかそういうところに保証はないんかいってやっぱ声が。 あったんですよねそこは制限かけてるのに制限かけたら保証必要じゃないのとじゃあそのじゃあ5名以上のボックス席とかを用意してるところに保証ないのみたいなですねはい、はい、どうなんですかねなんか保証もちょっとうやむやになってますよね、うん、この大人数とかのはないですよねですよねなんかもう僕らも多分飲食の方が はちょっと分からないですけど、うん、なんか慣れみたいなのがあって前みたいに「保証せえ」とかっていう話もあもうだからねうん、うん、まあ上げてもねなんか、えー、無駄ではないですけどなんか前みたいな感じではなくなってるなって感じはしますけどははいいどうなっていくのかす、ね、今回ね開けてはいはい。はい じゃあ次のトピックいきますか。はいはい、ちょっとその次気になるのが、うん、まあちょっと今関連するかもしれないですけど。観光ですね、観光、沖縄の観光。観光客、徐々に戻ってきてる感じしますよね。どうなんですか。あの、この間、あの、国際通りとか、行ったんですけど。はいはいはい やっぱりあのコロナがすごくこう制限かかった時とかっていうよりかはやっぱり徐々に増えてきてるなとで,、ね、で渋滞がねまた渋滞するようになってきてるんですこれは肌感覚なんですけど、はい、でも多分これは間違いなくあるだろうなと思っていて、ね、そうするとやっぱコロナ前に、はい、コロナ前までこう抱えていた沖縄観光の課題みたいなのが、えー、またあの今度は 観光が V 字回復したとには出てくるだからちゃんとそこを備えをしていかないといけないと思うんですよね。うん、でそれで、まあ、気になるニュースはその沖縄県がその観光の量、はい、から質への転換がありました、ねはいえっで、と、これはまあ何週間か前の,あのニュースだったんですけど、はい、えこれまでまあ主な指標としていた入域観光客数。うん でこの1,000万人目指そうみたいなところがあったんですけど確かですね私が議員を初,初当選させていただいた平成25年とかっていうのは、はいはい、25年26年っていうのはまだ500万人550万人とかでしたね最終的にはもう1,000万人いきましたからた、ね、もう倍になってるわけです。はいはい、なので 当時はやっぱ交通渋滞問題とかって一番最初550万人の時はそこまでこう悲鳴みたいなのがなかったんですけどもういよいよ900万人1,000万人ってなってった時にやっぱ空港の周辺土日とかはもうすごい渋滞を感じましたんでだからその入域観光客数っていうのがまあ指標だったんですけどこれをまあ人泊数 人が泊まる数とか言って「人泊数」うん、これはあの宿泊人数かける宿泊日数なんですけど、ねはいはい、この人泊数っていうのを目標にしていこうと、うん、でこれを4,200万人泊をもう目指そうとかですねあ<ー>、えー、観光収入も1.2、はいえー、兆円を目指そうとかですねお<ー>、まあ、そういう目標をまあ県が掲げ ていいくというニュースがありましでちょっと関連なので続けて気になるニュースを言いますと、はい、ワーケーションですねワーケーションの内閣府の沖縄総合事務局が実施した調査で、はい、えこうリピートしたいとアンケートした人がもう95%だったと沖縄のワーケーション。えーうん、でこれ平均滞在日数がですね えっと、11.8日だったとええー、結構な長いですね、うん、はいで滞在費用も高かったということで、うん、まあこれを観光と捉えたときに、まあ、大きな、まあ、一つの、うんおまあ、強みになるんじゃないかっていうところなんですけどね確かになのでまあ寮から室への転換という意味で、うん、まあどう考えるかっていうのをちょっと話したいんですけど、うん、はいはいはい私はもうまさに このニュースが言う通り、県が目指すべき通りだと思ってて。はい、あの、ちょっと質を、まあ、高めていきたいと。具体的には、宿泊、滞在日数と。うん、あとは、まあ、消費額ですよね。はい,は,いはい、はい。で、少しずつ、この単価を上げていきたいという。ふうに思ってるんですよね。うんはい、はい、はい。で、じゃ、そのためにどうするかっていうと、うん、まあ、一つだけ、ちょっと、まあ、話長くなるので、今日は一つだけ取り上げると。はい。 離島ですね離島をもうちょっとうまくこう本島と離島が連携して滞在日数を増やせられるつまり那覇でまあ一泊那覇でまあ三泊してたのを那覇で一泊して、うん、まあ離島で一泊してまた北部で一泊とかうん、うん、そういうふうにあ違うなそういったらまあ変わんないじゃないかってなるから。 那覇で三泊して終わってたのが、うん、まあ、那覇で三泊プラス離島まで行こうかっていう気持ちになって、離島で一泊二泊うん、うん、でついでにまた北部に泊まるとか言って、うん、ちょっと学生そう滞在日数が長くなるとうん、うん、で、はい、なんでそうなるかというとその那覇だけで終わってしまうとか本島だけで終わってしまうっていうところを、うんはい、離島の魅力みたいなのを伝えていって。はいはいうん もうあの例えばハワイとか行ったらやっぱ1週間じゃ足りんとかっていうのをよく聞くんですけどはい、はい、やっぱ足り,ん足りないっていうのをど,どうやって感じさせるかまあリピートするっていうのももちろんあるんですけど、はい、どうせ来たんだからもう離島ももうちょっと何いくつかの離島を回りたいとだからもう1週間じゃ足りないから2週間とかまあ 極端に言うとそういう感じでその滞在日数とかを増やせないかなっていう、うん、まあ離島ともうちょっと連携すべきじゃないかというふうに考えてるんですけどどううでしょうこれ質を僕もあの離島確かに離島って考えてなかったので、はい、あのいいなと思うんですよ離島、はい、僕もよく行ってたんですけど前の仕事で、はい、やっぱり離島には離島の魅力まあ本当にはない魅力があるじゃないですか。もう、はい 本当よりももっとのんびりしてたり海が本当に綺麗だったり、うん、またその中で、えー、と地元の人と、えーうん、一緒に酒飲んだりしたらねまた面白いですしだからいいと思うんですけどその、うん、例えば質を上げるって言った場合、うん、えと一泊の滞在費用を上げるのかそれとも。 じゃあ上げたとして本当にサービスってできるのっていうああなるほどなるほどあのわかりますわかりますね僕らも割とはっくりた場合でやってるんでそれは上げるって言った場合じゃあ本当にできるのかと満足で上げれるかうんってなった場合そのどうしても疑問符がつくのでだから今の設定なんですねうん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 ってなった場合本当に そっていうなんかちょっとこの少しだけそれるんですけど、はい、なんか今思い出したのが、うん、日本ってこうずっとデフレが続いてるじゃないですか。で外国の物価ってこの何年かで日本以外はめちゃくちゃ上がってるんですよ。はい、で物価が ああ上がるっていうのはこれってあの賃金が上がることにつながっていくのであの必ずしも物価が上が,上がるのがダメっていう話ではないんです、はい、物価が上がって賃金も上がればでその賃金が増えた分だけまた消費に回すとかっていうふうなあのいい循環になれば必ずしも悪いことではなくてで今はあの原材料費とか原油価格が上がっているのでえとその良くない インフレみたいな物価高みたいになってるんですけどそうじゃなくて賃金も増えるっていうのを伴えば外国とかそうなんですよねこの近年。で日本ってんかそもそもそのマインドとしてなんかこう原材料費とか上がってる時にじゃあ価格上げるっていう時になんかすみません値上げしますみたいな謝るみたいな。 なんで丸、ね、みたいな意見があってですね外国だったら堂々とと上げるとまあらしいですね、うん、あのそれはなんでかっていうと、まあ、あの例えばコストが上がってるからって言ったら余計堂々と上げるしなんいやでコスト上がってるのかしょうがないじゃないですかはいうふうになるし、うんでまあ、あるいはその客単価っていうか、はい、そのお金を落とすお客さんの,、うん、そのなんて言うんでしょうねその まあ富裕層みたいなのをがすごいじゃあ観光客で来ましたってなったらやっぱその人たちに対してやっぱその値段を上げていくっていうのをまあ堂々とやってるところもあるらしいんですよね。<ー>だけど日本ってそれがなかなかないんじゃないかみたいな指摘をこの間聞きましてだからなんかねそういうのを何かこう日本社会全体でうんあの価格を上げるのは必ずしも悪いことじゃなくてそれで例えば あのお店側がそ,れその上げた分はしっかりと賃金に回していきますよでその増えた給料が確実に社会の回っていきますよみたいなのをなんかこうみんなが見通すことができたらこのデフレマインドみたいなのを、はい、まあでもこんなのってその意識変えましょうって言って変わるもんじゃないので何かの仕掛け例えば、うん。 日本政府がもっと財政出動していくとかっていうのを何か仕掛けは必要だと思うんですけどちょっと気になったのが一つとあともう一つはさっき言った本当にそのサービスができるのかって言った山内さんのまさにその通りだと思っててここで重要なのが観光の人材ですよね人材と人手とそしてあとコンテンツぶんよくナイトコンテンツが少ないとかははいいはいで。 あのたまにその超スーパー富裕層が来るけど、はい、あのお金を落とすところが全然ないっていうのをまあ聞いたりしますので, <laughs> です、ね、なんかあの割と高いホテルとかも増えてきたんですけど沖縄ってだけど本当に超リッチな、はい、超富裕層みたいなのが使うホテルがないとかっう指摘もありますしももうトップクラスの世界のですね。 はいはい、確かにあの人たちへのサービスってどううなってるんでしょうそうですそう知る由もないですが <laughs>、ね、ただあのそれを、ね、そのまさに従業員とかスタッフ、うん、観光人材がいるのかっていうところもまさにあの課題ですよね。うん、だかからそういういなんか 長期的なのも見据えた拙策も同時にやっていかないと、うん、確かに量から失へっていうなんか当然のことを言っただけでは、はいうん、転換していかないっていうのはまさにその通りだと思いますね。ですねこれだから一本になればいいとは思うんですけど、はい、指標変えますよっていうので、うん、一本になればいいんですけどうん、うん、じゃあこの先どうしたいからその一歩を踏み出しましたよっていうこの先がなかなか見えないなっていうのがあってじゃあまあまあいいですよじゃあ第二歩はこう。 っていうこの順序だってってていうのがもうちょい分かりやすければっていうのもあのうちのスタッフも,もえとね元観光ホテルにいた子がいるんですけどもうあのその当時は結局これはもうリーディング産業だと沖縄観光が沖縄引っ張ってるよってやってるのに環境え労働環境は劣悪だと。もう すごい入れ替えも激しいし大体大体語弊があったらごめんなさいねや、うん、んでやめる人たちが多いと<ー>まあこの子の体感ですけどリーディング産業でこの環境上うん、うん、状況ってどうどっていうそういう声があるわけですよね。あるわけですよね。<ー>だから今ブラック的なイメージはやっぱりどうしてもついてるのかなって気がするんですよ。 だからそれを払拭するためにはやっぱり、うん、ある程度ねビジョン見せないとかなかなか人材が来ないんじゃないかなと思うすそういう意味では観光客の質というよりも、うん、その中身の質っていうのも問われるわけですよね。なんかそのそうですねこの観光をまあその量から質へという,こう転換あのしていくときに、はい、なんかこの。 じゃあその沖縄の,その何を見せるかっていうところも重要だと思うんですけどなんかこれからなんかそのロボットとか AI とかどんどん発達していく中であのちょっと大きな話ですけどあの私はあの最終的にどうなるかっていうとまた人間に戻ってくるはい。だロボットとかアンドロイドみたいなのがめちゃくちゃ観光案内とかしたとするじゃないですか。 でもうあの同時翻訳機能とかがもうどんどん発達してほぼ同時で外国の人とのどんな言語でも会話できるみたいなのが50年後ぐらいに本当に進んだとしても、はい、最終的にはなんか生身の人間というところにまた価値のスポットライトが当たりそうだなって僕は予測しててつまりなんか生身の人間なのに、うん。 ロボットじゃないのに人間なのにこんなに観光地のことよく知ってるってすごいねとかでなんかこう温もりだったり温、うん、かみのあるそのガイドだったり、うん、あでもですよね、うん、でさっき言ったその,あの地元の人との触れ合いとかであの那覇の商店街で言うとやっぱ会いたい売りですよねもうキャッシュレスで無人の販売で50年後なんて、うん 店員なんかいないはずですけど、うん、50年後のコンビニなんて。はい、だけどそこにあえて人間がいて、うん、人間と会話しながら買い物するっていうのが、うん、やっぱいいよねっていうのが、うん、あと自然ですよね。うん、はいはいはい。もうこの金属とか、うん、もう人工的な作られたものより、うん、いや自然っていいよねみたいのに、うん、まあ。 こもか最近よくキャンプが流行ってるのそうじゃないかみたいなのを言う人もいますけど、まあ、コロナーとかもあるんでしょうけどそういうふうになっていくてでその時にやっぱ沖縄のポテンシャルってすごい強いと思うんですよね。ですね。なのでそこのこうあの単価とか質を高めていくっていうのは、はい、なんか堂々とこうビジョンを示していてその えー、まあアプローチした政策を打っていくと、うん、あと一つ重要なことは、さっきのやっぱりそのあのあれですよ。まああの働いてる人、はい、まあそまあもっと言うとその沖縄県にとって、はい、あの何がメリットになるの？つまり、うん、県民所得のアップにつながるかっていうのをみんな気にしているわけです。何年か前に取ったアンケートで、はい、えっと観光客がガン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  入域観光客数が,上がどんどん上がっていくときになんか県民にアンケート取ったらそれが自分たちの県民の所得のアップにつながると思うかっていうまあ趣旨の質問したときにそのつながると思うっていう実感してる人少ないんです、はい、だってそう思いません1000万人に上がって和の給料上がってるんだけどだ感じじゃないですか <laughs> 感じですね沖縄経済がどれぐらい,いそうどれぐらい地元に落ちて地元の賃、はい 沖縄県民の所得が上がっていくのかっていうのを体感するあるいは目標に置く紐付けるそうしないとなんか沖縄観光客とか別に俺関係ないしみたいな観光客増えて渋滞するだけ意味ないやしみたいな俺の給料上がらんのにみたいなっていうところじゃ真の観光立憲みたいなのはいかないのかどこまで県民に還元されるのかっていう仕組みを まあ今やっぱ組み立てていかないといけないかなというふうに思いますね。うん、そうですね。うん、やってほしいなと思います。はい、うん。それでは一旦 C.M.、ね、はい行きたいと思います。はい、さあ沖縄プライム後半戦でございます。はい、えー。後半もじゃあトピックはいいろいろ今日は話していきますが。あ、あえー、本日は那覇市議の奥間亮さんが M.C. でございます。はい、はい。奥間亮です。引き続き。 あと二十分ぐらい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、次、ガラッと変えましょうかね。はいはい。じゃあ、ちょっと、この。急に、ちょっと、重いテーマなんですけど。い、いじめ問題。いじ,問題いじめ対策。について、ちょっと、話したいと思います。はいはい、はうちの子も、中学生なんでね。ねはい。気になりますか。一年生なんで。これから、気になりますね。<ー>だいぶ。1> 中一、ギャップ、はい。 もう大変ですしね中学が一番の鬼門ですからね<え>、はい、人間関係友達関係も,もう思春期っていうだけでもうね <laughs> みんなの気持ちわさわさしてますからね本当ですよねいやなんかあのこの間、ね、あのちょっと別の場所で行ってもう行ったんですけどはい、はい、私も中学校の時に、うん。 まあ、不安定でしたね友達と喧嘩したりなんかそれで悩んだりとか、うん、もうめちゃくちゃ悩んでましたでもう親にも反抗してうんっていうすごい情緒不安定でしたねなんでですかね本当情緒不安定になりますよね、うん、なんかその時にまああとでもちょっと話もするんですけど、はい、まあ学校と家のうん 行き帰りこれ不登校の場合だともう本当に学校っていうのもなくなっちゃうわけですけど行く場所として、はい、その学校と家庭以外の,なんかその第三者の、うん、第三の居場所っていうか、はい、あのなんか逃げ道っていうか相談先っていうかう気軽に相談できる、はい、その斜めの関係の先輩でもいいし。うんうん でまたあの別の大人でもいいし、はい、まあそういうのが、まあ、今ちょっと必要だと言われていてまあ子どもの居場所って呼ばれるのは大体そういうのを考えてるんですけど子ども食堂とかね、うん、子ども食堂っていうのはもう何回もこのラジオで言ってるかもしれないですけどあの何食ご飯をあげましたよっていうところを目指すっていうよりは食事をすることで、まあ、その支援してる子ども食堂のスタッフの人たちと。 まあ、コミュニケーションを取って、はい、だん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 心を開いて気づいたら悩みも打ち明けられるようになったとかその悩みを打ち明けたらじゃあ家庭的な福祉的な、えー、支援が必要だなっていうところで子ども食堂で働いてるスタッフとかが、はい、まあ行政の,、まあの担当の人につないで適切な福祉のおーサービスを受けれるようになったとかあれがあるじゃないですかヤングケアラーの問題とか。はい そういうのを、まあえー、発見できる発見機能みたいなのも子ども食堂に期待されているのでそういうのもまあ必要だと、うん、まあいう中でそのさっき言ったちょっと話戻していじめの問題ですけど、うんはい、一つその気になるニュースを挙げるとですね自由民主党の,、うん、あの部会っていうのがあるんですけど部会っていうのは なんか自由民主党の,あの役職の中で政調会長って聞いたことありますありますあります。で政務調査会っていうのがあるんですけど、うん、これは政策とかを作っていくっていうところなんですけどあのまあこれ実はですね日本の,この政府の政策とかっていうのはどうやって決まっていくかっていうと。はいあの 日本の場合は議員内閣制で、まあ、あの国会の中から内閣が構成されていくので、うん、えその与党野党っていうのがあって、うん、で政権与党がまあ内閣を構成していくんですよねうん、うん、政府を作っていくということはつまりまあこの 50, 50年もっとか。 70年ぐらいか、うん、まあ多くはもう自由民主党がまあ政権与党だったので自由民主党の国会議員が政府だからもう自由民主党、まあ、イコールと言ってもいいほどニアリーイコールと言っていいほど、まあ、あのその政府、はい、うとまあ一緒なわけなんですけど、うん、でその政策を作っていくときにはい。あの 手順としてですね自由民主党の部会って例えば環境部会とか文部科学部会とか法務部会とか防衛部会とか省庁に対応した部会っていうのが自由民主党の党の中に作られてそこで勉強したり調査をしたり研究したり次の法律を作ったりっていうでよくまあ簡単に言うとその これからの政策を作ったり法律を作ったりするのは、まあ、一番最初のスタートは自民主党の部会なんですよ。<ー>でそこで、うん、まあそこで草案みたいなのが立ち上がるみたいなそ,ういうこそこで草案とか原案みたいなのが作っていって問題提起がされて、はい、じゃあここ問題だから法律を作っていこうとかっていう,うスタートになるんですね。 の国会議員で構成する政府ですから、うん、まあ公明党も連立ですけど、はい、あの自民党の部会を通らないと基本的にはあの政,府政府の案としてこう、はい、なっていかないんですこのルートとしてですね。はい、だから最終的にその法案が国会に出されたら、うん、今与党が多数なんで。はい まあ通るんですよ国会は基本的に法律は通らないってことはなかなかないんですよね。はい、こう野党とかのこういろいろこう国会論戦があって、うん、まあ100ぐらい通したい法案があったけど今回は70だった80だったみたいなのはあるんですけど基本的に否決っていうのはないわけですよ。うん、両党多数でじゃあどこで審査されてるかっていうと、うん、国会でもちろん野党が審査も追及もするんですけど。はい 一番最初に練り上げて審査をしていくのが自由、はい、民主党の部会なんですよねーはーはーでこの部会ってちょっと話ちょっと長くなってますけどあの私大学生の時に初めてこの部会見学したんですよ、えー、できるんだはいできますできます、えー、でその時にめちゃめちゃ大人が喧嘩してるのを間近で見て、はい やっぱ自由民主党の中のその法案の賛成派と反対派がめちゃめちゃ喧嘩をしてですねはいはい、はい、あ喧嘩するんだ論戦をしてえすごいで、えー、最終的にじゃあどうするかっていうのを決めていく例えばあ,のあれですよタバコの,、えっと、の,さの,あの屋内の,この喫煙の飲食店の,こう、えー、その喫煙防止みたいなそういうのをやっていくときにタバコ 賛成派と反対派が戦うわけですよ党内で。で戦って戦って最終的に落としどころなのが政府案になっていて<ー>やっと住民主党が賛成するっていうことなんですけどうん、うん、そういうその部会がその政策を決めていく原点のところなんですけどね。うんうん、でこの話戻して今回の気になるニュースがそのいじめ撲滅に向けてですね、はい、その自民党の文部科学部会その部会がうん、うん えっとその緊急分離措置っていうのを創設しようっていうふうに提言したと。で緊急分離措置っていうのは何かというと、はい、いじめてる加害者といじめられてる被害者を、うん、あの重大ないじめが発生した時に緊急的に分離すると話すという措置を作ろうということで。はい でこれ今から細かいところは練り上げられていくようですが、はい、あの大方のイメージでいうと、はい、これ学校長が分離をします重大ないじめが起きてると判断した時に、はい、これが結局学校って例えば義務教育だったらうん、うん、基本的に学校来なさいっていう話じゃないですか来てこっちで勉強しなさいっていうのがあるじゃないですか。うんはい 義務教育なんで,、はい、でその時に「いやいやいじめられてるんですけど」みたいなしかも重大ないじめを受けてるで重大ないじめを行ってる児童生徒がいて、はい、同じクラスですよと、はい、でこれどうするのってなった時に、うん、実際はですね出席停止とかそのいじめてる加害者に対してはい、はい、出席停止っていうのは一応ルール上できることになってるんですけどなかなかそこまで行くには、うん 手続きとかが難しかったりーハードルが高かったりするらしくて何年間の間に全国でもう1件とかぐらいしかないらしいんですよ。いじめの件数って多いのにはい、はい、出席停止に学校長が踏み切ったケースというのはもうほとんどなくてそれをもうちょっとあのこの学校長の判,判断でスピーディーにできるように、うんはい、その,あのえっ、ー、とこの。 出席停止までいかないでその緊急分離という形で加害、うんはい、児童生徒に対しては家でオンラインで授業を受けなさいみたいなっていうことにするというような緊急分離措置っていうのが今検討されてるっていうところなんですね。でなんで気になるニュースに挙げたかっていうと、うん、それに対してやっぱ反対っていうか。 まあ、あの疑問を持ってるというか、違うんじゃないかっていう意見もあるようでして。やっぱりいじめっていうのは、まあ、あの加害者側もね、何か問題抱えてるかもしれないと。例えば、親に虐待されて,て、て、はい、その鬱憤を晴らすために、やっぱ。いじめに、しちゃっ、うん、ちゃ、しちゃっていると、いう、うん、加害者側も何か。問題抱えてるかもしれない、基本的にやっぱ解決するのは。 分離しないで、うんえー、一緒に先生と一緒になって、うんえー、解決すべきじゃないかみたいなそれをいきなりその学校長が分離させるのは違うんじゃないかみたいな意見が上がってるようですが、うん、まあこれはここから私の意見ですけども、うん、これ重大ないじめの場合なのでこれはあの私としてはあの必要なケースがかなり出てくると思うます、うん、例えばですねこれじゃどういう風ないきさつになったかというと。うん 旭川の、はい、あのいじめの、で、あの、なくなったケースがあって。誰、うん、リスナーの人、ぜひ時間あったら調べてほしいんですけど。はい、もう、ひどいです、ね。ひどいですね、あれは。もう、本当に心が苦しくなる。もう恐ろしいいじめ。ですね。性的ないじめがあって。うんうん、で、そういった、まあ やっぱりですねもう犯罪でしょといういじめっていうのが集団の無視とかっていうのは刑法犯にならないかもしれないですけどはい、はい、これは何かこう性的なこういじめとかですねうん、うん、暴力とかっていうのは、うん、これはあのもう刑法犯に該当する場合もあるわけですからそういう重大ないじめの時に、うん、基本的に学校に来なさいなんていうのはちょっとナンセンセス、うん、僕からするとですね。うん、ですね。 一度緊急分離をしてでお互いに一人ずつ話を聞くとかっていう場面は私は必要かなと思ってるのでまあただこれ自民党の部会が今度政府に提案しますっていうまだ段階なんでこれから政府案っていうのが盛り込まれていくのでぜひちょっと皆さんもチェックしてじゃあどこまでが良くてどこがだめなのかっていうのを気になりながらニュース見てもらえたらなっていうふうに思ってちょっと取り上げました。 すすすごいいいいいと思うんででけど難難ししんか校長に権限を与えたっていうのはすごいいいなと思ったんですよ。<うん S 1> やっぱ現場である程度裁量を与えないと本当にね取り返しつかないとこまでいっちゃうだろうしいいと思うんですけどただその結局今のこの問題って じゃあ誰が責任を取るのみたいなところで躊躇してるのかなって気もするので校長先生で,できるののかなっていうのがだからもっと軽く分離だったら分離ですごくいいと思うんですけどそれで分離してじゃあ何事もなかったようでもいいじゃんぐらいな感じで言いとけばいいと思うんですけどその辺がどうなんだろうとだから権限与えるんだったらそこまでのなんていうのかな うん、校長お前が責任取れようとかではなくてとりあえずもう話しとこうみたいな本当にひどかったでですすからそうですねやっぱそのいじめをあのこのこのじゃあどうするかっていうのはうん、うん、結構学校の先生にもやっぱり限界があると思いまして。うん あの極めてそのさっき言ったまあ確かにその加害児童も含めた福祉的な支援みたいな例えばあのそのもう精神疾患に陥ってるっていうケースもありますからこれは被害者も加害者も含めてですねえそういうあのケースもあ,のあると思いますしであとはですねあのこの学校弁護士みたいなスクールロイヤーみたいなのも 今こう配置を増やしていこうみたいな考え方もあってやっぱ法的にどうするかみたいなのも重大ないじめが起こった時には学校の先生はもうお手上げですよねその法律関係の判断みたいなな話になるとだからそういったやっぱ福祉的あるいは法的なものをサポートする体制がないと全部学校にいじめを解決しろみたいなのはちょっといじめをねこの 一つののいじめの案件をどう解決するかって、うん、こんな大変なことはないんで、うん、学校の先生に丸投げではなくて、うん、そこをもうちょっとこう手厚くサポートするのも大事だろうとであと1点ですね、はい、これちょっとこう議論を呼ぶかもしれないんですけど、はい、このもとそのいじめ問題でここがおかしいんじゃないかっていうような論点があってですね緊急分離措置に若干 がるかもしれないですけど関係するかもしれないですけど今日本っていじめられたがが転校するケースほとんどいじめられてなんか一応学校の先生が仲介に入ってくれてじゃあいじめはやめましょうねというふうにはなったけれども結局もういたたまれないというかもういづらくなってもう転校するとかあるいは逃げるとかっていういじめられたので逃げる。 はい、ということで、まあ、家族みんな引っ越して違う学校に転校するとかっていうのがまあほとんどじゃないですか。はい、でなんかこれってこれって理不尽じゃないかっていう声があるんですよいじめた側が転校すべきじゃないのっていじめるってどういうことですかと人間をいじめると人をいじめるってどういうことですかともういじめた人は転校して、はい ちゃんんとと学んでくださいと人の接し方を <laughs> っていうまあ,指摘もある <laughs> まあそれが私正しいとは言ってないんですけどとにかく言いたいのは何でいじめられた側が転校しなきゃいけないんだんいじめた人が学校から去っていくのが筋じゃないのかっていう意見もあるんですかね。確かに でこれをまあこれをですねじゃあルール化していじめた側は強制対抗みたいなんってやる,やるのはいかがなものかっていうのは当然あるんですけどねだこれ私列だったりとかもうちょっとその運営側に権限があったらなんか最初に例えば契約書じゃないけどこの学校は他の学校はいじめなんかしようもんならこの学校には辞めさせますよとかっていう。 もっとこう私立の何か塾みたいな、うんまあ、例えば塾だったらこんなの余裕でしょうね。はいはははもう来ないで契約打ち切りねねってでできるでしょう、ねはい、で学校はそうはいけないと。うん、でまあもう一つ言うとさっき言ったその緊急分離に慎重にっていう意見は私も理解するところももちろんあって、うん、あのじゃあそのやっぱりいじめた瞬間「はい対抗あの、ね、あの学校から出てってください」ってやったら一つそのやっぱり。 さっき言った加害者のことも考えなきゃいけないっていうのもあるしただその加害いじめされた側いじめられた側でそれをどうやって解決していくかみたいな機会があのストンとなくなってしまいますので先生たちもまあ指導したりとかなんでいじめが起こったのかというつまりいじめっていうものを根本的にあのその加害者被害者から やっぱあのその取り除こうっていうのをや指導しないとまたいじめが繰り返されるんじゃないかということも踏まえると簡単に加害者をあの退学にするのが正解なのかっていうと違うでしょうっていう指摘がやっぱあるのでそれはまあ確かに言えること。まあ、ただ引っ越しせざるをえなくなった被害児童生徒や、はい、被害児童生徒の家族なんていうのは。 理不尽だって声上げる気持ちもわからない,ないそ、ね、と思うんですよねこれ難しいですよね実際に自分がそうだったら怒りますのなん <laughs> でってね、悔しいじゃないですかな、うん悔しいで,す、ね、でいじめられて転校、ね、いじめた側に転校してほしいわってっ親の気持ちとしては思うかもしれないこれでもどうなやってやっていくのかちょっともう難しいですねうん。まあこれなんかみんなで ぜひちょっとと議論を深めてもいいいかなとは思いました、うん、あの身近なテーマなんでじゃあいじめが起こった時にこやっぱりこのままでいいのか、うん、そのやっぱり被害者側が逃げ,逃げていくために転校せざるを得ないっていうのをしょうがないことなのか、うん、それともそのやっぱね親の立場になって考えた時にみんな結構変わると思うんですよ悔しいわみたいな、うん、こんな理不尽にいじめられて。 でいじめた側はね、うん、学校に通い続けて楽しんで。こっちは引っ越しまでするんだと、<う>仕事にも影響するんだとかっていう。ちょっと確かに理不尽ですよね。子供のこと考えたら、む、うん、かつくし。ね。うん、それを社会的にどういうルールを設定していくかっていうのは。まあ、多分政治家とかだけじゃなくて、ぜひちょっとね。あの、もうこう、一般。 私たちこう国民県民市民でちょっと議論していくのも必要かなと思いま、うん、そうですねはいという感じで今日いろいろとお送りしてきましたが <laughs> なかなかね答えは出ないんですけど、はい、まあ難しい問題ですからそれは出なくて当たり前ということで、うんえー、これからもねこんな感じで話していけたら このいじめの問題なんてこの市町村の問題だったりするんで、うん、公立小中学校で議会もあの予算的なものっていうよりは、まあうん、さっき言ったいじめ防止の体制をどうやって、うん、え学校の先生をサポートしていくかとか親御さんにはどうアプローチするかみたいなのは、うん、あの私たちの議会でも話し合えるテーマでもあるので。うん これはぜひね、ちょっとまあ皆さんとも一緒に考えていきたいなっていうふうに思いますね。はい。はい、ですね。さあ、えー、沖縄プライム以上でございます。今日は那覇市議の奥村亮さんに来ていただきました、うん。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではまた来週。さよなら、はい。さよなら。